川沿い、もうちょっとね東側に行けば北長瀬駅があります。だいたい車で2分ぐらいの距離、まあ、自転車で5分ぐらいの距離に北長瀬駅があるんですけど、その、まあ、なかなか通ることがない場所、今日ね、ちょっとね、ゴミが目立つというか、結構、まあ、すごく缶があったりするんですけど、こんな感じで。これは何だろう。フード。ミックスフード。犬用の。謎のもんまでいろいろあります。下着レッドウール、でここにもかなりのゴミが散乱してます。ペットボトルとか、まあ、コンビニ弁当たる、ものが、カスがね、残ってます。ここにもね、いっぱいあります。ちょうどあの、目の前が、ラブホテルあったり、するような場所だったり、ここにも、結構マスクとかお酒の缶あります。で反対側になるとまたこの場所にもゴミがあります。多分ここでなんかまあご飯を食べたりとか車の中でねスルーしたような、形跡あります。で反対側にもあります。だいたい似たようなねゴミですね。もうお酒あったりその中にタバコの柄があったりとか、特定の方がゴミを捨ててるのかなっていう。でこのちょっとね見えにくいですけどゴミが、この下にもだいぶありますね。でこういうどっかから持ってきたような葉っぱですね。多分この辺にはないような。でここにもかなりのゴミが散乱してます。結構最近特に目立つなと
いう感じになってます。まあ、上流にね住んでもこんな感じでゴミがねたくさん散乱してるわけじゃなくて、ここだけゴミがこういう感じでゴミ袋が散乱しています。で、夜になると街灯もなくて治安の悪いというか見通しのね悪い場所だったりするので、まあゴミはね結構捨てやすいかもしれないですね。このエリア誰も通らないんで、ほぼもう通る人はもう限ってショートカットとか、まあ、すぐそこにね山陽本線とか伯備線くぐるトンネルですかね、まあ、そこから反対側に行ったりとかするような道なんです。ほぼというかもう知ってる人しか通らないような道なのかな。中間地点あたりが一番ゴミが多いかなと思います。で、前なんか家具のようなものもね捨ててあったんですけど、多分撤去されたりしたんでしょうね。だいたいゴミのねタイプが似てます。中に、お弁当入ってたりとか、なんかこっちもありますね。感じで写真の額縁あったりで、多分これからも多分増えていくのかなと思うような感じですけど、まあ多分まだまだねこれよりすごいとこあると思うんですけど、まあね、身近な場所だったりするので、ちょっと取り上げてみました。絶対多分、普通のなんか人からとか、まあ、テレビとかではピックアップされないようなね、エリアだと思います。